はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビーシュです。では、今回は、冷徳な決断法、パープギット PS2 版続きやっていきましょう。ここまで順調に、南方作戦、米国遮断作戦と2つの作戦が、うまくいっているという状況です。で、今回はですね、まずどこから着手しようかというところなんですけども、まずレイテを取った後のセレベス、さらにジャワ沖、この二つの海域を攻略してですね、南方作戦を一旦完了させたいというところになります。で、もう一つがですね、米国遮断作戦ということで、南太平洋、ここを取ってしまって完全に、アメリカ、オーストラリア、ここの連携を断つというね、二つの作戦の最終段階を行っていきたいというふうに思っています。まずはですね、オーストラリア沿岸に入っている艦隊、前回傷ついて1週間ドック入りをしていた艦隊を、移します。珊瑚海へ移します。で、あとはですね、前回レイテを攻略した艦隊第1、第2と、いう主力艦隊を早速セレベス海へ移動して、このセレベス海を攻略してしまおうという目論みになります。これで、3つの艦隊をセレベスへ移動となります。で、そろそろアメリカ軍が本格的に、反攻作戦を開始してくる恐れがあるということからですね、まず小笠原沖にはしっかりと2つの艦隊が入っているという状態です。第4艦隊、ここはね、戦艦が入っている艦隊。で、第15艦隊は潜水艦隊に揚陸艦が1隻の艦隊なんで、これね、まず編成を変えます。揚陸艦が入っているのを残しておいてもしょうがないので、一体、第4艦隊に入れて、で、第4艦隊もね、そのうちどっかの艦隊と合流させて、揚陸艦は攻略用の艦隊へと移していきたいというふうに思っています。で、ここは、絶対防衛圏になってますね、今、小笠原。で、あとですね、攻められる恐れがあるところで言うと、マリアナ沖。ここにもね、第8艦隊が入っています。で、第8艦隊は、ケージュンと、駆逐艦4隻というね、ちょっと小規模な艦隊なので、ちょっと注意は必要かなというところですね。で、今、マーシャル沖艦隊が入っていないので、マーシャル沖にですね、2つの艦隊をもう移動します。第13艦隊を、まずは移動。で、さらに、この第14艦隊も移動します。で、マーシャル沖をブロックしつつ、中部太平洋と、ミッドウェイへと、進路を将来的には取っていくというところになります。ではまずね、1週間時間を進めて、セレベス海攻略を行っていきましょう。で、その前に国政をやっておきます。今だともう鉄が全然ないと、かなり苦しい状況ではあるんですが、ここはね、しっかりやっておきます。で、同盟国に金1000を援助して、できれば鉄をくださいと、本当は指定してほしいぐらいなんですが。で、技術開発は薄く入れます。ちょっともうお金がないんでね。で、兵器の開発は新しいものはありませんので、このまま、じゃあ時間を進めていきましょう。セレベス海もあっさり取れるというふうに踏んではいるんですけども、油断はね、できないかなというところです。なので、三個艦隊、全艦隊を投入していきましょう。で、セレベス海もね、今、スパイレベルが全然入っていないという状態なので、見ていただいているマップ上はですね、どこに何があるのかさっぱりっていう状態だとは思うんですけども、実際に僕は何度かゲームの方はしていて、セレベス海のある場所、基地のある場所は把握しています。島の東側に一つで、北、マップでいうところの右上に一つというところなので、主力の第一、第二艦隊それぞれを、マップの左側と、マップの右側と、分散していきましょう。こんな感じですね。では、これで艦隊を入れていきます。で、ちょっと見づらいんですが、日没とともに、戦艦部隊を突入させていきましょう。敵の航空基地から迎撃機が飛んでくる前に、できるだけ飛行場を叩いておきたいと
という意図になります。じゃあまずは第二艦隊から動かしていきましょうか。移動は第二艦隊としては、敵基地のある場所へ向かっていきましょう。で第十二艦隊もちょっとね一旦泳がせます。敵の艦隊が出てくる可能性がありますからね。で第一艦隊はマップの右上の敵基地攻撃へと向かいましょう。でもう夜間になりますのでライトは全艦隊点灯させます。これでじゃあ進めていきます。でまあね一応このまあ提督の決断をパープキット PS2 版プレイをした後の提督の決断のプレイ予定はですね、まあ PC 版の方に戻って日本 VS 世界みたいなねプレイもやっていこうかなと思ってるんですが、ちょっといつからねプレイできるかっていうのは未定の状態になってますんで、その点はご承知おきいただきたいというふうに思います。で一応ねこのチャンネルいろんなゲームをやってるんですけど、コンセプト的には、まあ、アラフォー、まあ僕ももう36歳になってしまったので、まさにアラフォー世代になるんですけど、まあ、アラフォーのね、男性向けのチャンネルということで、まあ、ちょっとエッチな話なんかも、まあ、YouTube の規定に触れない程度には、入れていっているというところもあって、まあ、小さなね、お子様とか、あとはまあ、女性なんかは、あまり、視聴のターゲットにしていないチャンネルなんで、その点もね、ちょっと、何言ってるんだこいつというような話をしているところもあるかと思うんですけども、ちょっと世代が外れる方、に関してはね、ご容赦いただければと思います。で、今、第12艦隊が、索敵がてら、海域の真ん中ら辺に進出してるんですけど、まあ、敵の艦隊はいないかもしれないですね。第一艦隊が、そうすると、しっかり動いてくれれば、もうそろそろ敵のね、基地の場所、この辺りだったと思うんですけど、発見して攻撃に入ってほしい時間帯に入ってます。もう夜中の12時になろうかという時間帯なんで、まあ、夜明け前にね、やっぱり叩いておきたいという意図からすると、そろそろ敵基地、発見の報告が欲しいなぁと。というところですね。第12艦隊は、一応指定地点に到着という連絡が入ってます。第2艦隊もうちょっと下だったかな。もう少し艦隊動かしていきましょう。第12艦隊は、じゃあ、ここから索敵の方針へと変えていきましょうか。紹介活動を行わせます。まあ、第12艦隊はもう一旦お任せという形ですね。今こちら第一艦隊戦艦ムツというところです。まあ、少しダメージの出てる戦艦ですね、第一艦隊は。で第一艦隊に関して言うと、敵の飛行場を、まあ、早々に叩くだけの戦艦3隻、っていうね、艦艇数を誇っています。で第二艦隊も同じく戦艦3隻というところなんで、一旦敵基地を射程に捉えれば、まあ、ガシガシと、艦砲射撃ができるかなというところですね。第一艦隊は発見しましたね。じゃあ砲撃で仕留めていきましょう。敵の飛行場はここに一つです。今画面の右奥、まあ湾の奥深くになりますが、敵の飛行場を発見しますね。第二艦隊も敵の飛行場発見の報告が入りました。では第二艦隊も敵の飛行場の攻撃へと入っていきます。第二艦隊はじゃあもうちょっと移動してきて、全艦隊が砲撃の射程に入るようにしていきましょう。で、第12艦隊もね、敵が現れるまで、敵の艦隊発見までの間は、第2艦隊の援護へと向かいます。まあ、戦艦3隻からの艦砲射撃、これが始まったよという状態ですね。で、時間は2時を過ぎています。で、ツイッターとかの方ではね、ちょっとお話触れてはいるんですけど、4月に急遽、まあ、上海の方でね、まあ、海外遠征と言ってるんですが、今回の遠征は遠征といってももう、ちょっとね、まあ、
夜遊び目的の遠征ではなくてマラソン大会に出ますよっていう遠征をしに行きますんで、まあその様子もね、ちょっと一泊二日の予定を今組んでいるので、まあ何か、ゲームのね、収録機材を持ち込んで、どうこうしようということはないんですが、まあね、ちょっとその様子も帰ってきたらお伝えしようかなと思ってます。まあちょっと中国はね、Twitter とか YouTube がそもそも使えないよというのがあるので、現地からリアルタイムにね、発信するには、VPN を繋がなきゃいけないんですけど、今回実は奥さんと二人で行くんですけど、まあもう、一泊二日だったら、VPN 必要ないんじゃないっていうことで、今のところね、VPN を借りる予定がなくて、そうなるとね、一泊二日の間、音信不通になるとは思うんですけども、まあ、行く前と帰ってきた時はね、ツイッターの方のフォローしていただいている皆さんとかには報告をしたいなというふうには思ってます。で、第一艦隊の方の艦砲射撃、ここがちょっと奥まっているので、駆逐艦クラスになると、もしかしたら届かない可能性がありますね、艦砲射撃が。一方こちらの第二艦隊が攻撃を仕掛けている飛行場に関して言うと、奥まったところにないので、まあ艦砲射撃がねすごく有効な立地になっているかなと思います。じゃあそういう意味で言うとね、まあ、第一艦隊の方はもしかしたら敵の飛行場から飛行機が飛び始める夜明けの7時までの間に攻撃が終わらない可能性が出てきましたね。ちょっと今どれくらい減ってるか確認していきましょう。敵の飛行場がこちらですね。まあ、約3分の1、半分まではいかないかなっていうところ。まあ、ちょうど半分、今半分ぐらいですかね。画面の中央に敵の第一飛行場と呼びましょうか。マップの上にある飛行場の位置を出しましたが、まあ、大体半分ぐらいと。というところまで削っては来ています。で、時間はもうすぐ夜明けの7時と。お、ここで、第二飛行場の方の撃破が完了したので、そしたら、全艦隊を第一飛行場、敵の第一飛行場方面へと集結させていきます。で、その過程で、万が一ね、敵の艦隊と遭遇ということになるようであれば、まあ、第2艦隊、第12艦隊という第2飛行場を攻撃した両艦隊は敵艦隊の撃滅へと向かいます。もういつ飛んできてもおかしくないという状況ではあるんですが、こちらもね、一応軽空母ありますので、軽空母から爆撃機を22機乗せているので、22機の爆撃機を飛ばしていきます。で、一方、第2艦隊、第12艦隊からは偵察機を飛ばして、敵の艦隊がいないかどうかの確認も合わせて行っていきましょう。今画面の中央、長門。ここからの艦砲射撃ですね。で、合わせて竜城、軽空母竜城から、第一艦隊に入っている軽空母竜城から爆撃機22機が発艦しています。一応今ね、マップの下の方出てますけども、青い点々が味方の航空機になりますけど、偵察機出てる限りでは敵の艦隊はいなそうですね。なので、まあ敵のね基地攻撃をさらに進めていきましょう。爆撃機も飛ばしたので、まあそんなに時間をかからずにもうね敵基地の攻撃は終わるかなとは思います。第一艦隊から長門、陸奥両戦艦がダメージを受けてますね。まあ、戦艦はできればここは失いたくないというところなので、まあ、しっかり、ダメージをね、受ける前に敵の飛行場を叩いておきたいところにはなります。
あ、ちょっと待ってね。敵の飛行場の攻撃が終わっちゃってるじゃないか。ちゃんと攻撃しようよ。ここはさ。油断してるとね、ちょっと全然違うところに行ったりするんで、もう一回敵基地の攻撃を行いに向かいましょう。艦砲射撃です。敵基地がここです。もう3分の1、4分の1というところまで削ってるので、残りのね、敵飛行場の攻撃に向かいましょうというところですね。まあ、第一艦隊がね、ちょっとボケっとしてる間に、外れていってしまったので、なんともなんですが。第一艦隊はじゃあ、長門。さらに、陸奥と、いう両戦艦を撤退させます。まあ、長門も陸奥も、現状で失いたくはないので、長門、陸奥は撤退をさせて、代わりに残りの艦艇で、敵の飛行場を潰しにかかりましょう。長門陸奥の離脱です。で、第二艦隊がね、まあ、スルスルと敵の飛行場へと寄ってきているので、この進路は固定。まあ、長門と陸奥が、このまま、きっちり、まあ、撃沈される前に、敵の飛行場を潰せれば、まあ、それでよしですね。で、竜城からは、再び爆撃機を飛ばしていきましょう。22機出します。味方の航空機22機が発艦していきます。雨が降る前に少なくともね、爆撃機1回2回と飛ばしておきたいですね。まあ、どうしても爆撃機の数ね、軽空母1隻22機しか爆撃機としては搭載していないので、まあ破壊力という意味では少しやっぱり見劣りする部分はあるんですが、まあないよりはマシというところですかね。で、第二艦隊がもうすぐ敵基地の攻撃の可能なね、射程圏内に入ってくるかなと思います。すいません。もうね、花粉症なんですよ。毎年この時期になると花粉症だ、花粉症だと。実況の中でも騒いでると思うんですけど、もうこれ4月ぐらいまではね結構苦しいんですよね。第2艦隊もご覧の通り今画面中央出してますが、戦艦からの砲撃が始まっています。まあ、放っておけばね、このまま敵の飛行場セレベス海が取れるかなという情勢になりました。で、この後なんですが、第一艦隊に入っている陸奥長門は、まあ、ドック入りをさせましょう。もう艦隊を分けて。で、どこに向かわせるかなんですが、まあ、最寄りで言うとシンガポールが最寄りになるんですけど、シンガポールはね、まあ、前線からは離れているというところもあって、トラックを気に入れて、トラックで、修理を行おうかな、というふうに思っています。で、残った艦艇は、第一艦隊、第二艦隊、そのまま、次のね、攻略目標、マーシャル OK へと向かっていこうというふうに思います。はい、これで敵の飛行場。撃破したのでセレベス海が日本軍のものになりました。
やっぱりね、ちょっとダメージが出ているので確認していきましょう。長門、陸奥、戦艦2隻ダメージですね。第2艦隊からも、伊勢がダメージを受けてしまっているかなというところですね。他2隻、扶桑とかに関しては、勝破というところなので、このまま、作戦は続行しましょう。では艦隊の再編を含めて、次の画面へと移ります。近藤さんがこれ大将になる日も近いね。あとはヨーロッパ方面ですね。ここは生還するしかできませんので、確認だけ進めておきましょう。ドイツ軍がね、少し劣勢になってくるっていうのは、この後、いつものパターンになるかなというふうには思いますので、その前にできればね、太平洋を抑えておきたいと。ハワイまで攻略を済ませられれば、なお良しというふうに思っています。さあ、ではちょっと今回時間長くなってしまいそうな、ところではあるんですが、もう一週間、もう一ターン進めさせていただきたいというふうに思います。レイテを取ったことによって臨時予算1万3000が入ってきましたね。さあ、次の目標ですが、ジャワ、ごめんなさい、マーシャル沖じゃない、ジャワ沖ですね。ジャワ沖の攻略を始めましょう。で、ジャワ沖もね、攻略は可能だと思っていますので、先ほど話したように艦隊をね、ちょっと再編成した上で、動かしていきたいというふうに思います。で、一旦第9艦隊という名のもとにですね、傷ついた艦隊、艦艇を第9艦隊へ動かしましょう。勝破までは良しとします。勝破の艦艇まで出してしまうと、もう動かす艦艇がだいぶ目減りしてしまうというのもあるので、そこはね、目をつぶります。勝破はそのままで艦隊を動かしましょう。まずは第1艦隊、戦艦が1隻になってしまいましたが、これをジャワ沖へと進入。第2艦隊も戦艦が2隻とちょっと減りましたが、これをジャワ沖へ進入で、第9艦隊は一旦トラックに入れてドックで修理を行います。第12艦隊もそのままジャワ沖へと進入させていきましょう。で、あとはですね、肝心なのが、こちらですね。第3、第7、第10という、空母艦隊とその随伴艦隊、これを移動させていきましょう。航空機は補充してあります。南太平洋へ進出と。南太平洋進出を急ぐ必要は実はあまりないので、どうしようかな。南太平洋進出、一旦見送りますか。一旦見送りましょう。南太平洋進出を急ぐ必要は正直ないので、どちらかというとジャワですね。ジャワに集中しましょう。で、次のターンで、南太平洋を攻略して、中部太平洋をアリューシャンというふうに艦隊を進めていければいいかなと思います。で、シンガポールの方なんですが、航空機の配備がどうなってるか確認していきます。おっと、航空機の配備の前にもしかして、減築ができていない？そこからかな。そうですね。そしたら一旦ここは物資援助で、鉄がカッツカツになっているドイツに、鉄じゃない、アルミがカツカツのドイツに5000というものを援助しておきます。で、今回久しぶりにお金もあるので、技術投資ガツッと入れましょう。お金はある時に使わないとね、気づいたら金欠になっていて技術投資ができないということも考えられるので、
じゃあこれで時間を使っていきましょう。ジャワ沖の攻略です。まあこれもね、先ほどと同じ艦隊、まあダメージが出た艦艇はドック入りということで切り離しましたが、基本的には、同じ第1、第2、そして第12という3個艦隊、まあ戦艦の数はだいぶ目減りしてますが、その3つの艦隊をこのジャワ沖へと投入していきたいというふうに思います。で、まあここもね、スパイレベル上がっていないんで、飛行機の基地の場所は分かってはいないんですが、実際にはね、場所自身は僕はもう知ってしまっているので、艦艇をそこに集めていきましょう。第1、第2の主力艦隊は、敵の基地がマップの上にあるので、上の方に入る。一方、第12艦隊は陽動を兼ねて画面の下から侵入させていきます。で、もちろん日没ですね。敵の航空基地からの、迎撃機が出てくる前に飛行場をできるだけ削る。破壊できれば一番よしと。いう展開を狙っていきましょう。了解。では第12艦隊は、まあ一旦索敵で哨戒活動に入らせます。で第1艦隊とね、第2艦隊は敵の基地へ向かいましょう。で、いずれも、ライトは点灯です。ちなみに、さっきお話した上海なんですけど、まあ、同日で行く予定で組んだんですが、むちゃくちゃ、飛行機代、夫婦二人で行くと高いですね。まあ、今回は、まあ、マイルがね、だいぶ溜まってるので、マイルで行くんでいいんですけど、マイルじゃない状態で行こうとすると、夫婦でね、10万を余裕で超えましたね、航空機だけで。まあ、ゴールデンウィークに、まあ、前半、タイ、香港と行くんですけど、まあ、それはね、タイは LCC を使って、香港はね、香港航空を使う予定だったと思うんですけど、まあ、だいぶ前に取ったというのもあって、まあ、そこまでね、目が飛び出るほど高くはなかったんですけど、4月の上海、これがね、思ったより高くてびっくりしましたね。こんなにかかるんだっていうぐらいかかりました。まあかかりそうでした。普通に航空券を手配すると。なんか海外旅行って LCC ができてすごく手軽になったイメージがあるんですけど、でもやっぱりね、高い時期は高いですね。まあ LCC も、別に、まあコストというか費用というかチケット代固定ではないんで、まあ変動制なんで、当然、高い時期は高いっていうのはあるんですけど、まあ、それにしてもね、ちょっと高すぎる。ゴールデンウィークとか休みとか。サラリーマンにはね、結構辛いですよね。もうちょっとサラリーマン、土日休みのサラリーマンにも、優しい、料金設定というか、そういうものにしてほしいなと思うんですけど。ではね、第一飛行場発見しています。第一、第二両艦隊ともに、敵の飛行場攻撃に向かいましょう。第二艦隊をちょっと画面の敵基地の左側へと寄せていって、最大火力が出るような配置へと仕向けていきましょう。でね、各艦隊の操作なんですけど、PC 版ほどね、ちょっと細かい操作ができないというのがこの PS2 版の特徴ではあります。例えば PC 版だったらね、一斉回答とかっていう形で、敵の魚雷とかをね、タイミングよくかわすような操作。まあちょっと難しいんですけど、できなくはないんですが、ここ、PS2 版に関してはそういう機能がないっていうのと、PC 版ではね、まあ16隻からなる艦隊のうち、1隻、2隻をおとりとして使って、切り離して使って、まあ分艦隊みたいな形で運用したりすることができたりもするんですが、PS2 版に関してはね、もうこの艦隊は艦隊っていう塊で、
各艦艇の操作というのがちょっと効かないというところがね、ちょっと変わっている部分、変更点になっているのかなと思います。まあ人によってはちょっとそれが不便だと思われる方もいるかもしれない、点ですね。ただ船を作るとき、艦艇を作るときは、PC 版だと例えば潜水艦を16隻作るんだったら16回同じ操作をしなきゃいけないんですが、この PS 版の場合だと16隻ってやると名前も自動で付けますか、イエスノーみたいな形でイエスって入れると16隻まあサクッと作ってくれるんで、そのあたりはね本当にいい部分なんで、もう本当にこれは切なる願いなんですが、いい部分を合わせたリメイク版でもいいので、提督の決断のね新作本当に出してほしいなというふうに思いますね。さあ敵基地の破壊終わりましたね。これで南方作戦は完了です。まあ、ほぼ無傷で、取りましたというところで、太平洋、南シナ海、このあたりからイギリス軍を駆逐することに成功しました。さあ、ではね、ちょっと艦隊を動かしてからこの回終わりにしましょう。どう動かすかなんですが、まずですね、今ジャワを取った艦隊のうち、第1艦隊を、まあ第2艦隊もなんですが、トラック沖へと移動して、ハワイ攻略へ向けてね、ちょっと戦力の再編を行います。で、一方、第12艦隊は、マラッカに入れて、マラッカの防衛、対イギリス戦線を行っていきましょう。で、一方ですね、3号海、ここに入っている空母艦隊は、次のターンこそ本当にね、南太平洋へと進出して、ハワイ攻略の、これも足がかりとしていきたいというふうに思います。で、鉄が全然ないので、今回もね、なんかうまく何かできるというわけではないんですが、一応、輸送船を4隻作って、おきたいというふうに思います。ではね、今回はここまでにさせていただいて、次回、南太平洋の攻略戦から始めていければいいかなというふうに思っていますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。